で誰の歌を歌っていただきたいですか。アビお願いします。今なんて言いましたか。アビです。アビといえば新入幕から2桁勝ち越して3勝を取って先場所もまた2桁勝ち越し、とどまることを知りません。錣山部屋の阿炎関です。何を隠そう、私は阿炎関の前で2回ほど歌を歌わさせていただきました。歌ってもいいでしょうか。行こう、阿炎の歌。次、あれが噂の錣山部屋さん、気迫あふれる月押し相撲で漁協の上を縦横無尽。あれが噂の惚れ惚れするような四国組、白州と喝采と人気を独占する力士、気迫あふれる阿炎関が鳥肌が立ったって言ってましたね。多分寒かったんでしょうね。そういう歌を歌わさせていただきました。ちょうどですね、今年の初場所に新入幕を決められまして、私頼まれもしないのに勝手に力士する男がですね、折り入って北脇さんに相談があります。阿炎関の新入幕パーティーでですね、歌を歌ってほしい、つきましては阿炎関の歌を作って歌ってくれませんか。こんな名誉なことございません。